試合開始早々から主導権を握った鳴門は5対0で迎えた7回、ワンアウト後牧野のエンタイトルツーベースからさらに猛攻撃、宮内そして津川が連続タイムリーを放つなど、この回打者12人、ヒット7本で8得点、ゲームは13対0とワンサイドになります。8回まで無得点に抑えられていた聖光学園は9回、坂本のタイムリーでようやく1点を返しますが、鳴門の八木、藤本の投手リレーの前に得点はこの1点のみ。徳島大会は鳴門が15年ぶり5回目の出場を決めました。